どうも、宇宙ヤバイチャンネル中の人のキャベツです。今回は最も中性子星の近くを公転する惑星の環境というテーマで動画をお送りしていきたいと思います。パルサー惑星。通常惑星といえば太陽のような恒星という分類の天体の周囲を公転するというのが一般的です。観測技術の進歩によりこれまでに4000を超える太陽系外惑星が発見されていますが、そのほとんどが恒星を公転する惑星となります。ですが、中には例外もあり、中性子星という天体を公転する非常に珍しい太陽系外惑星もいくつか発見されています。そのような惑星はパルサー惑星というふうに呼ばれます。中性子星は質量こそ太陽の 1.5 から2倍程度と恒星クラスであり、周囲に惑星を公転させられる十分な質量を持っています。ですが恒星と近い性質なのは質量くらいであり、それ以外は全く性質が異なる天体です。例えば中性子星はその質量にもかかわらず直径が 20km 程度しかありません。そのため異常なまでに高密度であり、もしも中性子星の欠片を1立方センチメートルの角砂糖サイズだけ取り出せたら、その質量は数億トンと地球上に存在する数百メートル級の山と同程度になります。ここまで高密度のため中性子星付近での重力は異常なまでに高くなります。その周囲に十分なガスがあればそれらは高速度近い速度で中性子星の周囲を公転し、その際に生じた摩擦で超高温で輝く膠着円盤という構造が形成されます。このように中性子星を取り巻く環境は恒星付近の環境とは一線を画すものであり、当然パルサー惑星の環境も中性子星に距離が近くなれば近くなるほど私たちの太陽系では想像できないような異世界となります。最も中性子星の近くを公転する惑星、中でも地球から蛇座の方向に4000光年ほど彼方にある PSR-J1719-1438 という中性子星を公転する惑星 PSR-1719-1438B 以下今回の惑星とさせていただきます。そういった惑星は観測史上最も中性子星の近くに存在する惑星として知られています。今回の惑星の主星までの距離はなんと60万 km 程度しか離れておらず、地球と太陽の距離が約1億5000万 km なんですけど、それどころか地球とその衛星である月との平均距離約38万 km とほとんど変わらない、まさに異次元の近さを持っています。太陽の半径が70万 km なので、太陽系でこの惑星の、公転軌道を再現すると太陽の内部に埋まってしまいます。この惑星は観測史上最も主星からの距離が近い惑星として知られています。太陽の 1.4 倍ほど重い中性子星をこれだけ超至近距離で公転しているため、惑星に及ぼされる重力も異次元です。今回の惑星は主星の中性子星をなんとたったの2時間11分ほどで公転しています。1年が2時間ちょっとというのは本当に想像を絶する短さです。主星からの近さだけではなく公転周期の短さでも観測史上最短記録となります。これだけの至近距離なので中性子星やその周囲の膠着円盤からの熱や放射線の影響も尋常ではなさそうです。このシミュレーションでも、今回の惑星の表面温度は3000度を超え、低質量の恒星以上の灼熱地獄となっています。まあ、ちなみに、この温度というのは必ずしも正しくはないので、そこはご了承ください。今回の惑星はもともと白色矮星だった。中性子星は太陽の8倍以上重い恒星がその一生を終える際、自身の重力により恒星の核が極限まで圧縮されることで形成される超高密度天体です。
太陽の8倍以上重い恒星は非常に強いエネルギーを放つため、その周囲ではそもそも惑星が形成されるのかが疑問視されています。さらに晩年には太陽の1000倍程度の直径にまで膨張し、赤色超巨星になるため、仮に惑星が存在したとしても飲み込まれてしまう可能性が極めて高いです。そして仮に星の膨張を生き延びた惑星があったとしても、パルサー惑星になるには星の寿命が尽きて起こる超新星爆発の熱と衝撃に耐え、さらに形成された元の恒星よりも軽い中性子星の周囲を公転し続ける必要があります。このように元の大質量星が存在していた時代から中性子星になるまでに惑星が生き延びる可能性は極めて低いことから、パルサー惑星はもともと恒星系に存在していたのではなく、超新星後に新たに形成された可能性があります。そして今回の惑星についてはまた別の形成メカニズムが考えられています。なんと元々は太陽の8倍未満のそこまで重くない恒星が一生を終えると進化する白色矮星という天体だったんだそうです。今回の惑星は質量が地球の320倍ほど重い木星とほぼ同程度あるものの、半径は木星の40倍程度しかなく、密度は 19.5g 毎立方センチメートルと惑星としては極めて高密度となります。こういったことから惑星はもともと白色矮星であり、中性子星の強力な重力によって構成する物質のうち実に 99.9% を剥ぎ取られ、ほんの一部残った物質だけがこのように惑星として存在しているというふうに考えられています。このように大量の物質を晩星から受け取った中性子星は自転速度がどんどん加速していき、現在ではたった1秒間で数百回転も自転しているということも分かっています。もともと酸素や炭素を豊富に含む白色矮星だったことから、今回の惑星の表面は酸素、内部は炭素で構成されています。特に内部の炭素は結晶化していて、ダイヤモンドのような構造になっているんだそうです。形成メカニズムから現在の環境と何から何まで通常の構成を好転する惑星とは異質のパルサー惑星、今後もさらに研究が進んでいき、その奇妙な性質がより詳細に明らかになるのは楽しみです。そしてつい先日には中性子星の中心部領域にしか存在しない極限の物質ということについて紹介したので、興味がある方は再生中の動画の概要欄もしくは終了画面から合わせてそちらの動画もご覧になってみてください。はい、ということで今回の動画は以上になります。この宇宙ヤバイチャンネルではこういった宇宙系の動画を日々投稿しているので、ぜひ宇宙に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。それでは中の人のキャベツでした。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。